皆さん、キャップ投げようでございます。ということでですね、本日紹介していきたいのは、方楽でございます。あのね、キャップ投げとは全く関係ないんですけどもね。はい、最近聴いている音楽というものを紹介していきたいと思います。まず、えー、一人目、金子綾乃さん。はい、金子綾乃さん最近を聴いてます。は、え、い、ー、金子彩さん、えー、もう素晴らしい楽曲いっぱいあるんですけども、えー、聴いてほしい曲、四曲にまとめましたんで、えー、紹介していきます。まず一つ目、光の方上。はい、次、尖る。次、恋しい日々。 そして最後に、ロマンス宣言。この4曲をぜひ聴いてみてください。はい、僕はね、最近ハマっております。そして、2つ目。まあ、これ定番ですね。ゆらゆら帝国。はい、ゆらゆら帝国。まあ、これに関してはですね、えー、ぜひともね、空洞ですっていうアルバムを全部聴いてほしいんですけれども、その中でも3つ選んできました。まず1つ目、おはようまでやろう。これ最初の曲ですね。これもう僕は好きですね。はい。2つ目、あえてこうしない。これが一番僕の好きな曲ですね。えー、そして3曲目、空洞です。はい、ぜひこの3曲をね、聴いてみてください。まあ、全部今まで紹介した7曲ですね。 金子さんと句いろいろていく句、うん、はいぜひね、あのー、聞いてみた聞いてみてください。